日本貧困率都道府県ランキング。はあ、海より深いため息ついてどうしたのよ？また金欠なのかしら？え、よくわかったな。実は今月も使いすぎて金欠なんだぜ。いつものことだしね。そんなことだと思ったわ。本当にいつもだよな。最近日本中を探しても貧乏なのは、私ぐらいなのかと思うくらいだぜ。まあマリサは使うと歯止めが効かないのが、ダメなんだと思うけどね。あ、そういえばマリサに、ぴったりの話あるんだけど聞きたい？え？どんな話なんだ？都道府県貧困率ランキングよ。確かに今の私にぴったりな話だな。面白そうだな。よろしく頼むぜ。わかったわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それじゃあ、まずは日本の貧困について話をしようかしら。日本の貧困か。自分のことで頭いっぱいだから、考えたこともなかったぜ。というかそもそも日本って貧乏なのか？比較的貧乏ね。うわ、即答。日本の相対的貧困率が、先進国35カ国中7番目に高いのよ。わぁ、ベスト10に食い込んだぜ。まるで歌謡曲ランキングのように言わないでほしいわ。へへへ。ついやってしまったぜ。そういえばさっき相対的貧困率って言ってたけどもしかして、貧困には種類があるのか？マリサにしてはいいところに目をつけたわね。貧困には絶対的貧困と相対的貧困があるんだけど。どういう違いなんだ？そうね、絶対的貧困は生活を維持していくことが難しい状態であるのに対し、相対的貧困はその国の生活水準や文化水準を下回る状態に陥っていることを言うんだけど、わかるかしら？つまりは、ご飯や着るものとか人間らしい生活を送るための必要最低限の暮らしが、国の水準を満たせないほど、お金がなくて困窮する貧困ってことか？そういうことね。この二つの貧困率の中でも、日本では相対的貧困率が経済大国の中でも、特に高いとされているのよ。なるほどな。そして実は、一人親世帯の貧困率が、2015年で 50.8% となっているみたいなの。一人親の半分くらいが貧困ってことなのか？そうらしいのよ。一番多かったピークは抜けたらしいんだけど、それでもかなり多いわよね。ああ、驚きを隠せないんだぜ。この話を踏まえてランキングに行くわね。それじゃあ、まずは第10位からよ。10位か？全く予想できないぜ。第10位は京都府よ。貧困率は 18.6% だわ。全国平均が 14.4% なんだけど、4.2% も上回る結果ね。え、京都って観光名所だぜ。人もたくさんいそうだし貧困なんて無縁そうだけどな。そうよね。きっとそう思う人は少なくないはずだわ。でも、財政危機的状況にあるみたいね。前の動画でやってたな。なんでそんな危機的なんだ？今、問題になってるお客さんが、いるんだけどマリサは知ってるかしら？え、問題になってるお客さん？そうだな。お客様は神様だ思考のお客さんとかか？ああ、確かにそれも問題かもしれないけど、京都で言われてるのはゼロドルツアー。よ、ゼロドルってことは、お金がかからないってことか？そうそう、激安ツアーで来る海外のお客さんのことね。激安ツアーか、確かに魅力的だよな、激安って言葉は。でも、この激安ツアーには実はからくりがあるのよ。え、なんだって？いい？おう、からくりを教えるんだぜ。激安ツアー参加者が日本に到着してから、移動は、仲間の経営する白宅で、宿泊は、グループの中華資本のホテルで、飲食店や観光地の合間に連れて行く土産屋も、仲間の中華資本のお店と、身内の事業者でツアー参加者をぐるぐる回しているの。すべて身内で回すってことか？そうそう。しかも決済は WeChat Pay など、中国国内の決済を使い、中国国内ですべて完結するのよ。さて、こんな感じのツアーが増えるとどうなるかしら？もしかして、京都にいながらお客さんは、中国にお金を払っているのか？おほほ、マリサの言う通り、いくら観光客が買い物しても京都にお金が入らないというからくりなのよ。うわぁ。聞かなきゃよかったぜ。あ、でも日本のお店のものを爆買いとかでかなり買われてるんだぜ。マリサそれはね、爆買いは、デパート、家電量販店、ドラッグストアで買われることが多いわよね。ああ、確かにそんなイメージだな。高島屋も伊勢丹も松本清も山田電機も、全部京都外の企業よね。確かに。ってことは全て京都外の売り上げなのよ。だから観光客がたくさん来るからといって、京都が儲かるってわけでもないのよね。なるほど。それからもう一つ言われているのが、観光業で働いている人は、正規雇用が少ないってことね。え、そうなのか？実は観光業で働く人の 75% が、非正規雇用なのよ。75% も非正規なのか？驚きだぜ。本当にすごい数字よね。でもなんで観光業って正規雇用が少ないんだ？観光って旬があって、賑わう時期と賑わわない時期があるじゃない？言われてみればそうだな。
だから、その忙しい時期に合わせて人を多く雇用したいから、どうしてもパートやバイトが増えてしまうのよ。ああ、納得だぜ。この正規雇用で働ける場所が少ないということが、京都に暮らす人の豊かになれない理由の一つってわけね。ゼロドルツアーに爆買い、観光地であるがための正規雇用の少なさ、どれも大変な問題なんだぜ。京都さん、頑張れ。次は第9位ね。第9位は、和歌山県で貧困率は 18.8% よ。おお、和歌山といえば、有田みかんだよな。爆食いできちゃう美味しさなんだぜ。マリサ、CM でも言ってたじゃない？一日2個でニッコニコー。って、ああ、懐かしいな。確かに言ってたんだぜ。爆食いはしないで、2個のみかんを味わって食べることにするぜ。それがいいわね。でも、和歌山って貧困率高めなんだな。さっき言ってた観光地でもないし、地元のものも売れ行きありそうだし、理由は他にあるのか？実は和歌山県は離婚率が高めなのよ。全国で2番目に高いの。前の離婚する都道府県でも言ってるわよ。え、離婚率？確かに全国で2番目はかなり高いな。でもそれと貧困に何の関係があるんだ？実は離婚をする人が多い県は、貧困率も高い傾向があるのよ。ああ、一番最初に言ってたよな。忘れてたんだぜ。忘れるの早すぎよ。さすがマリサね。和歌山県の一人親世帯の中で生活が苦しい、と感じる人が、なんと8割以上もいるみたいなのよ。そうなんだな。そもそも、貧困率から見ると県民の約18万人が貧困状態にあり、約5人に1人が平均所得の半分以下で暮らしているということになるらしいわ。うわぁきついぜ。でもどうしてこんなに離婚率が高いんだ？何か原因があるとかなのか？離婚の明確な原因は人それぞれだけど、県民性から見ると、マイペースすぎるということかしら？ま、マイペースなのか？そうね、和歌山県は穏やかな土地柄もあって、マイペースな人が多いのよ。どんな時でも自分のペースで動くため、時にはルーズになったり、自分本位すぎる行動をとってしまったりもするみたいね。ほうほう、もし結婚相手が他人のことを考えられていない、マイペースすぎる人だったらマリサはどう？確かにちょっと疲れちゃうかもしれないんだぜ。それから和歌山県の浮気率は 24.27% で、47都道府県中、3位、およそ4人に1人は浮気の経験があるらしいのよ。うわぁ、最低、浮気経験ある人多すぎなんだぜ。許せないことは許せない、と白黒はっきりしている和歌山県民の特徴もあるため、もしかしたらこれが離婚の原因になっているのかもしれないわね。マイペースに浮気か、確かに離婚率が上がりそうな県民性だな。一人親世帯が貧しいと感じない政策があればいいよな。いや、その前に浮気は良くないんだぜ、和歌山さん。次は第8位よ。第8位は、青森県で貧困率は 18.9% よ。へぇ、青森か。青森の貧困率の原因は何だ？和歌山県同様に離婚率が高いということね。うわぁ、青森も離婚率高いのか。一昔前までは、男性が働いて女性は家庭を守る、という風潮があったのはマリサも知ってるかしら？ああ、知ってるぜ。よく昔のドラマとかでも、働きに出てる奥さんってあまりいないよな。確かにそうね。さっきマリサが言った奥さん、という言葉も、家の奥にいるからという意味らしいわ。知らなかったんだぜ。こんな言葉があるんだもの、そういう風潮が根付いているってことよね。ああ、確かにそうだな。でも、1990年から2000年にかけて、女性の社会進出が大きく促進されていったのよ。確かに女性社会進出の話をよく聞いた気がするな。女性の社会進出のおかげで経済的不安が少なくなってきた女性は離婚という選択肢を取りやすくなったのよね。なるほどな。そしてそれに伴い、離婚は後ろめたいことという世間の風潮も、離婚イコール再スタート、無理に夫婦関係を続ける必要はない、といったものに変わってきたってわけね。周りの風潮も変わってきたんだな。でも、これと青森の離婚率にはどう関係してくるんだ？実は青森は女性社長の輩出率が、全国で1位なのよ。おお、すごいぜ青森。青森の女性の県民性で真面目で頑張りや、津軽はしっかり者で、南部は黙々と仕事をこなす、上司になると姉御肌でリーダーシップを発揮、といった特徴があるみたいなの。へえ、仕事ができる女性が多いのもうなずけるんだぜ。そういった人も多いおかげで離婚率もぐんと上がったみたいね。なるほどな。確かに仕事はあるし夫婦仲が悪いのに一緒にいたくない、って考えちゃいそうだぜ。そして、貧困率が高い理由はもう一つあるの。まだあるのか？実は青森県の金融リテラシー調査の正答率は、全国で44位なのよ。金融リテラシー？まあ、マリサはわからないわよね。金融リテラシーというのは生きていく上で必要な、お金の知識や判断力があるかどうかということよ。ほうほう、私の金融リテラシーはないにも等しいんだぜ。それは否めないわね。青森県は、収入ランキングでも最下位らしいのよ。
リテラシーも収入もワーストなんだな。でも驚くことに、金融知識に自信を持っている県、ランキングでは1位らしいのよ。え?なんだか不思議な展開になったぞ。つまりは本当は知識が不足してるのに、お金に強いと思ってるってことか?そういうことね。まさに胃の中の蛙よね。現実に目を向けないと大変なことになっちゃうぜ、青森さん。次は第7位よ。第7位は、長崎県で貧困率は 19.1% よ。長崎が7位なのか?長崎といえば長崎ちゃんぽんだよな。確かにちゃんぽんも美味しいけど、長崎カステラも美味しいわよ。はぁ、食べたくなってきたぜ。お取り寄せしちゃおうかな。こらこら、まだランキングの途中よ。しかも金欠なのにお金使おうとしないの。そうだったぜ。食の誘惑に負けるところだった。長崎も離婚率が高いのが原因なのか?離婚率は高くないんだけど、実は長崎県は、生活保護と養育手帳の受給者が多い傾向にあるのよ。へぇ、そうなのか?どのくらい多いんだ?生活保護は、全国で8番目。養育手帳は、全国で4番目らしいわ。おぉ、どちらもベスト10入りしてるんだな。このことから働きたくても働けない人が多い、というのがわかるわ。でもどうして、どちらもこんなに順位が上の方なんだ?何か理由でもあるのか?そうね。まずは生活保護から説明すると、負の連鎖、があるからよ。負の連鎖?実は生活保護を受けた家庭の子供や孫が自立せずに、親子で生活保護を受けることがすごく多いみたいなの。うわぁ、そうなのか?負の連鎖が起こる一番の理由は、生活保護の条件が非常に緩いかららしいわ。ほうほう、どんな条件なんだ?生活保護の条件は、世帯の収入が最低生活費以下であること、らしいのよ。思ったより条件がざっくりなんだぜ。そしてもう一つ、養育手帳の方は、受給率のランキングを見ると、埼玉、千葉、東京の受給率が 0.54 から 0.57 件に対して、長崎は 0.95 件という高さなのよ。本当だな、全然違うんだな。このことから最低賃金が高く若者の流入が多い都市部に、知的障害者が少ないということがわかるわね。確かにそうだな。それには何か理由があるのか?そうね、単純に地方から都市部に移り住むのは、知的障害がない若者が多いんじゃないかしら?それで相対的に都市部では、知的障害者が少なくなるんだと思うわ。なるほどな。離婚率だけじゃなくて、生活保護や養育手帳の受給率も関係してくるんだな。負の連鎖をなくそう長崎県。次は第6位ね。第6位は、徳島県で貧困率は 19.4% よ。ほうほう、6位は徳島県か。徳島県には一体どんな理由があるんだ?徳島では過疎化や産業の縮小などが、貧困を引き起こしていると言われてるみたいよ。過疎化と産業の縮小か。確かに貧困率と関係がありそうなんだぜ。大都市から離れている立地に出生率の低下、人口の減少、そして一人親世帯の増加なんかも、理由に挙げられるみたいだわ。いろいろな理由があるんだな。それに一人親世帯だと子供が小さいから、正規職員、安定した職にどうしてもつけないわよね。ああ、確かにそうだな。小さい子供がいると長い間仕事するのは難しいもんな。そんな徳島県なんだけど実は、この状況を打開するため、貧困対策が進んでるのよ。おお、やるじゃないか徳島。どんな対策なんだ?徳島県次世代育成支援行動計画。その名も徳島育みプラン。何か格好いいんだぜ。これは貧困だけに限らず、次世代の徳島を担う、人材育成も目的としているのよ。いいじゃないか。人材を育成して根本から徳島を変えていこうということなんだな。なかなか壮大な目標で格好いいんだぜ。前の順位では実はワースト2位だった徳島県だけど、この計画のおかげもあってか順位が上がっているようね。ほうほう、徐々に成果が出てきてるんだな。今後も期待できるぜ、徳島県。次は第5位よ。第5位は、宮崎県で貧困率は 19.9% ね。ああ、宮崎といえば牛肉だぜ。考えただけでよだれが溢れるぜー。はいはい、よだれを拭いて話を続けるわよ。すまん。つい取り乱してしまいました。宮崎県の主な理由は、離婚率が高いってことね。わあ、またか。どのくらい離婚率が高いんだ?宮崎県の離婚率は、ワースト4位よ。うわあ、本当に高いんだぜ。離婚率が一番低い東京は、27.45% なんだけど、宮崎県は 43.82% もあるのよ。全然違うんだぜ。そしてこの離婚率に伴って子供の貧困も高いのよね。子供の貧困ってなんだ?生まれ育った環境によって、栄養バランスの取れた食事ができなかったり、教育の機会が得られない子供たちのことよ。宮崎県では、5人に1人の子供が貧困に直面しているという状況ね。
なかなか辛い状況なんだぜ。栄養バランスの取れた食事は、一日に一度の給食でしか取れないという子供たちも実際にいるらしいわ。ええ、給食しかないのか、耐えられないんだぜ。しかも、兄弟の面倒を見ないといけないから学校に通えない、という子も存在するみたいね。はぁ、そうなんだな。でも実はこんな状況を、どげんかせんといかん、とある計画を立てたのよ。ほうほう、それは？その名も、宮崎県子供の貧困対策推進計画。よ、わ、パチ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 。今は第2期になって、令和2年度から令和5年度までの4年間の計画らしいんだけど、様々な支援をしているのよ。具体的にどんなことをしてるんだ？保護者に対しての就労や生活の支援、子供たちへの教育支援、子供食堂など生活の支援などなど、負の連鎖を断ち切るための支援をたくさんしているのよ。なるほどな。貧困は大人だけが困るものだと、思ってたけど大人が貧困だと、必然的に子供も貧困になるんだよな。勉強になったぜ、宮崎県。次は第4位を紹介するわね。第4位は、大阪府で貧困率は 20.0% よ。ついに 20% になったぜ。でも大阪なんてなんだか意外だな。理由は何なんだ？主な理由は生活保護の受給率が高い、ということね。確か、長崎県も同じような理由だったよな。大阪も生活保護の受給率が高いのか？どのくらい高いんだ？実は、大阪は生活保護受給率1位なのよ。まさかの1位なんだぜ。でもなんでそんなに受給率が高いんだ？受給率が高い理由は2つあるわ。まず、一つ目は在日韓国人が多いためと言われてるわ。在日韓国人、大阪にそんなに在日韓国人がいるのか？実は大阪は、日本で一番在日韓国人の多い地域なのよ。そうだったのか、知らなかったぜ。全国に37万人の在日韓国人がいるんだけど、その3分の1以上の14万人が生活保護を受けているのよね。だから大阪の生活保護の割合が、必然的に多くなるのか。そういうことよ。そして二つ目の理由は、日雇い労働者が高齢化したためだわ。日雇い労働者？そうよ、大阪にはアイリン地区、という、全国から日雇い労働者が集まる場所があるんだけど、実はここで働いていた人たちが、今大阪で生活保護を受給しているのよ。ほうほう。バブル崩壊後に仕事がなくなり、ホームレス状態になった全国から集まる、日雇い労働者たちが生活保護者になったり、日雇い雇用保険が切れてしまって、ホームレス状態になり生活保護となったり、日雇い労働者たちがふるさとに帰らずに住み着いたまま高齢化してしまい、生活保護になる、なんていう状況らしいわ。うわぁ。ってことは大阪出身で生活保護を受けている人は少なくて、大阪以外の人たちが受給しているってことか？つまりはそういうことね。なるほどなぁ。なんだか思ってもいない展開で驚いたぜ。ここからどう巻き返す、大阪さん。次はなんと第3位よ。第3位は、鹿児島県、貧困率は 21.5% よ。鹿児島県が3位なんだな。どんな理由があるんだ？まず一つ目に東京、大阪、名古屋などの大都市圏から遠いことね。ああ、確かに遠いんだぜ。鹿児島には新幹線が通っているけど最終駅だしな。その次に最低賃金が安いことね。最低賃金が安いのか？ちなみにおいくらなんだ？東京の最低賃金が1041円に対して、鹿児島県は821円らしいのよ。ほうほう。確かにそれは低いな。私の財布の中身ぐらいなんだぜ。そして、貧困率のうち母子世帯が 40% 以上になるらしいのよ。そしてこのうちの 44.3% は非正規雇用らしいの。つまり最低賃金が低いのに、非正規ってことは所得ももっと少なくなりそうだな。マリサの言う通りよ。母子世帯の実に8割が低い所得で生活しているわ。なるほど。ってことはここでも子供の貧困が多いってわけだな。そういうことね。だんだんわかってきたじゃないの。へへへ。照れるんだぜ。褒めてはいないわ。県内で開かれている子供の貧困に関する学習会があるみたいなんだけど、そこで学校教諭から、朝食を食べてきていない子供、貧困のために学校給食以外まともに食事をしていない子供、夜も一人もしくは子供だけで家にいて、まともに食事をしていない子供、が多く出ているという報告があったのよ。はぁ、聞いているだけで、辛くなる状況なんだぜ。でも、そんな状況を打開すべく鹿児島県は、鹿児島子供未来プラン2020を策定したみたいだわ。おお、こういう政策があってよかったと思えるんだぜ。本当にそうね。結婚、妊娠、出産、子供、子育てに温かい社会を目指して、を基本理念として活動しているみたいだわ。ほうほう、なるほどな。これで貧困の負の連鎖を断ち切るというわけだな。応援したくなるぜ、鹿児島県。いよいよ第2位の発表よ。第2位は、なんと高知県で貧困率は 21.7% ね。
だんだんと貧困率がすごいことになってきたんだぜ。確かに、全国平均の 14.4% と比べたら、かなり高いのがわかるわよね。高知県の理由は一体何なんだ？高知県は平均年収が低いのよね。え、どのくらい低いんだ？47都道府県中トップの東京都は、平均年収が580万と比べて高知県は40位の366万円。その差は214万円にも広がってるわ。すごい差があるな。そしてその差額が私の年収だぜ。ちょっとさらっと年収暴露しないの。つい言ってしまった。応援よろしく頼むんだぜ。それにしても、なんでこんなに平均年収が低いんだ？それは人口の減少が原因みたいなの。え、人が少なくなってるのか？令和元年のデータなんだけど、約80万人いた人口が1年でなんと、約70万人まで減少しているのよ。え、1年でそんなに減ったのか？かなりの減少よね。これには若い人たちが高知に泊まらず、県外に出てしまうという理由があるみたいなの。なるほどな。人口の流出減少して消費者が減る。企業の利益も減って給料を上げられない。労働者は賃金が安いまま自由に使えるお金がない。そして企業の売り上げにつながらない。利益が減る、といった、負のスパイラルに陥るってわけね。かなり厄介な負のスパイラルだな。そんなこともあってか実は、県の調査で生活困難世帯を割合で出したところ、32.7% の世帯がそれに当たると発表されたらしいの。ほうほう、つまり、高知県の約3割の世帯は、生活困難世帯であることがわかったのよ。さ、3割もか。さらに高知県は離婚率もナンバーワンなのよ。まだ理由があったのか。辛いんだぜ。離婚率が最も低い東京が 27.5% なんだけど、高知県は 46.1% にもなるのよ。いやいや、高すぎだぜ。なんでそんなに上がったんだ？その理由もどうやら県民性にあるみたいね。ほうほう、県民性か。女性は8金、男性は5層、なのよ。ちょっと意味がわからないっす。8金、って漢字で書くと、こうやって書くんだけど、一人当たりの男性に対して金は2つよね。あれ？意外と下ネタな話か？つまり4人の男性を手玉に取れるほどの男勝りな女性という意味らしいわね。なるほど、そのくらい気が強い女性が多いんだな。そして囲碁層は頑固者で気骨のある男性というような意味よ。気が強い女性と頑固な男性、確かに喧嘩したらすごいことになりそうなんだぜ。もう一つ、高知の県民性であるのが酒豪ということね。確かに酒豪っぽくはあるよな。でも離婚とどんな関係があるんだ？面白い例え話があるんだけど、ちょっと聞いてね。四国の人が、もしも、1万円を拾ったら、徳島県民は1万円すべて貯金する。香川県民は5000円で飲みに行って、残りの5000円を貯金する。愛媛県民は1万円で飲みに行く。高知県民は拾った1万円に、自分の財布から1万円を足して2万円で飲みに行く。高知の人だけさらに上乗せしちゃうのか。金遣いが荒く、全国的に平均貯金額はワーストに近く、ローンの破産率も高いらしいのよ。なるほど、確かにこれじゃ離婚率が上がりそうなんだぜ。平均年収が低かったり離婚率が高かったり、高知にはいろいろな問題があるんだな。仲良くしようぜ高知。いよいよ次は第1位の発表よ。1位は、ドキドキドキ。なんと、沖縄県でした。ああ、安定の沖縄なんだぜ。ちょっとマリサ、余計なこと言わないで。沖縄の貧困率は 29.3% よ。おお、30% 手前じゃないか。そんなに高くなる理由は一体何なんだ？実は沖縄の母子世帯率、児童扶養手当の受給率が、全国のおよそ2倍に当たるのよ。2倍だって？しかも、原因はまだまだあって、生活保護受給率は全国で5位。10代女性が母親になる若年出産率は 11.7%。非行少年の補導率は全国の6倍。中卒後高卒後の進路未決定率は全国の3倍なのよ。貧困原因の全部のせが来たんだぜ。どうしてこんなにたくさん原因があるんだ？そうね、まず一つ目は、第二次大戦末期の沖縄戦が地上戦で、子供も巻き込まれたことよ。それはいたたまれないんだぜ。確かかなりの人が犠牲になってしまったんだよな。ええ、沖縄戦では県民12万人が犠牲になり、人口比では4人に1人だったみたいだわ。4人に1人、すごい数だな。しかも実際未満が2万4000人、10代が2万人。死者の 60% は20代以下だったらしいの。うわぁ、ほとんどが未来のある、若い人たちばかりだったんだな。そういうことね。そして、このことが意味しているのは、将来性がある若者が沖縄戦で亡くなってしまったことによって、産業が長い間発展しにくい環境になってしまったことよ。なるほどなぁ。確かに若い人がいないと発展しづらくなってしまうよな。そして二つ目は、米軍の統治が1972年まで続いたということよ。統治が続くことで、どんな影響があったんだ？それはまず、子供の育ちを守るための、
法制度整備の動きも、占領下の沖縄では遅れざるを得なかった、という状況が問題だったみたいね。つまり貧困になっても、何も手立てできずに負の連鎖が進んじゃったという意味か？そういうことね。しかも青少年非行、長期欠席児童の問題も大きく、1964年には長期欠席児童が小中学合わせて913人もいたらしいのよ。ええー、かなり多いな。驚きなんだぜ。本当にびっくりよね。そういう学校に行きたくても行けない子供は親のアルコジと呼ばれていたみたい。親のアルコジか。なかなかインパクトのある言葉なんだぜ。このことから米軍の統治が沖縄の貧困対策を遅らせた原因になったことがわかるわよね。確かに米軍の影響はすごかったんだな。そして3つ目は、戦後27年間の格差をなくすため経済復興計画に8兆円も投入したんだけど、地元の沖縄に還元されなかったということね。その8兆円は一体どこに行ったんだ？どうやら国の交付金は、県内で発生した売上高や利益が県外に流れ出てしまったらしいわね。沖縄に返してくれ。このことから地元企業の利益や県民の所得に十分に還元されなかったのが貧しい理由だわ。8兆円が沖縄県民に行き届かないのか？そんな経済状況をザル経済と呼んでいる人もいるわ。本当にザルなんだぜ。そして沖縄で最も深刻と言われているのは子供の貧困よ。このザル経済のせいで貧富の格差がすごく大きくなっているの。そんな。経済的に困窮した児童が多いせいで、高等教育などを受けるチャンスがなくなり、学歴的な問題で収入に大きな影響を受けるようになってしまっているわ。つまり、貧困が世代を超えて連鎖してるんだな。まさしく貧困の負の連鎖だぜ。本当よね。でも、沖縄県は国は当てにならないと独自で、子供の貧困対策計画を立てたみたいなの。デジな、よかったぜ。そこでは子供の支援や保護者への支援、さらに貧困対策を推進するための基金を創設していくことが盛り込まれているみたいなのよ。基金か。それはすごいな。どんどん貧困がなくなっていけばいいな。沖縄にお金を落とすために今年は沖縄に旅行に行くんだぜ。マリサはここまでのランキング、どうだったかしら？そうだな。いろいろな都道府県がいくつもの問題を抱えているけど、その問題への対策も立てられていてすごいと思ったんだぜ。そうよね。その地域に合った対策が計画されていて、実際に改善されている地域もあったわよね。反対に貧困の現状も聞いていろいろと考えさせられたな。それにしても、あら、急に難しい顔してどうしたの？いや、この貧困問題に対して、私には何ができるんだろうと思って考えていたんだぜ。そんな難しく考えることはないんじゃないかしら？どういうことだ？マリサにできることをすればいいだけじゃない。例えば、募金をしてみるとか、ボランティアに参加してみるとか、そもそも、貧困について考えてみる、ということ自体も大事なことだと思うわ。なるほどな。確かに身近なできることに目を向けてみるのが、一番いいかもしれないな。その通りね。よし、それじゃあ、まずはこの私の少ない財産から、募金を。ちょっと待って、そのお金募金しちゃったら、明日から何を食べて生きていくのよ。は、確かに。ってことでまずはボランティアから探してみるんだぜ。それがいいわね。みんなも貧困問題について、思うことがあったらコメントで教えてね。何かできることやしていることも、あれば教えてほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。